宇部市主催の石炭記念館山の語り部講座の第3弾、観光の視点から見た美祢市の炭鉱は12月17日、時はふれあいセンターで開かれました。美祢市観光協会プランニングディレクターの三好洋平さんが、かつて美祢市にあった大峰炭田の歴史や炭鉱跡を観光資源として活用する取り組みを紹介しました。15人の受講者が熱心に耳を傾けました。当炭田は1897年に渋沢栄一が長門無縁炭炭鉱を設立して本格的な採掘が始まりました。国内有数の無縁炭の炭鉱として発展しましたが、1950から60年代にかけて相次いで閉山。三好さんらは同市内に点在する美祢社交跡や荒川水平港跡、桃の木露天堀跡などを観光資源として活用することを目指しているといいます。三好さんが今年になって戦前の大峰炭田の鉱山労働者がスコップの上でホルモンを焼いて食べたというスコップホルモンを市内の飲食店で復活させたところ、 B 級ご当地グルメとして大人気になったと話すと、参加者の一人が自分の父親が宇部の工員で子供の頃によくホルモンを食べたと思い出を語りました。他の参加者からも真面目川の近くにホルモン焼き屋が集まった横丁があったなどと発言が相次ぎ、ホルモン談義に花が咲きました。ようにしております。